恐喝罪で服役した高山若頭は、社会不在となった期間は約5年ほどだったが、ブランクを感じさせることなく人事改革を実行していった。組織改革を精力的に行った後に、6代目山口組の次期3組長を2名、誕生させたのだ。2人とも神戸山口組から移籍してきた三好団体の組長だが、実力や組織への貢献が強かったため、高山若頭の目に留まったのだ。この人事は本家に戻っても冷や飯を食うだけと諦めていた神戸山口組の若い世代へ格好のアピールになったのか。どちらにせよ、出戻りの組織は、まずは体をかけて信頼を獲得しなくてはならない。それをできない組員は、相手にされずに使いっ走りで終わるのだ。知略家として知られる高山若頭は、厳格な組織改革をすることが大好きな人である。やる気のない人を見抜き人事異動と改革で組織運営してきた。ヤクザにはいろんなタイプがいるが、高山若頭みたいな人は山口組の歴史の中では誰もいなかった。まさに三国志の諸葛孔明である。神戸山口組が結成されたのも高山若頭が服役中の出来事である。神戸山口組から見れば高山若頭が一番怖い存在であったのだ。だからこそ高山若頭が服役してる隙に逃げ出したのである。男としてコソコソする行為はタブーであるが、やはり本物のヤクザ高山若頭がいると偽物ヤクザはいる場所がなくなっていくのだろう。高山若頭の現場復帰は、分裂構想にどれほど影響があったのか。出所の際、品川駅で高山若頭のボディーガードが出迎えに来た行動会の幹部を怒鳴った。神戸山口組に対して強硬な姿勢を取る高山若頭に司を仕組長が付き合い、キレン、と漏らしたとか、幹部に至っては、戦争ごっこをするならヤクザを辞める、と祝いの席で明言した、とまで書かれていたが、高山若頭が強硬姿勢を貫き、司を仕組長もさじを投げていると思うように感じた末端組員もいたであろう。品川駅で怒鳴られたのは行動会の幹部ではなく、本家の最高幹部の清水一家総長ではないか。高山若頭一流のジョークであった、ヤクザの世界で高山若頭が非常だとか鬼だとか言われるのは、組織を最優先するからこそ厳しくなるのだ。組に貢献してる者や、体をかけている者には、愛情を持って接しているのだ。品川駅で怒られた高木総長も嬉しそうでしたね。名古屋で会った司を仕組長も終始笑顔でしたし、司忍派 VS 高山派と対立構造を強調するやり方は神戸山口組の得意戦法であるが、高山若頭が一番の司忍派であることを知らない三流ヤクザの戦法であった。高山若頭は、細かいところまで情報を把握している、都道府県警の捜査員ですら、高山若頭をして機体の欠物と言わしめたと噂されていた。この構想で組員それぞれがどんな動きをしていたのか、吟味しながら、その結果として、まず、三代目杉本組の山田組長と二代目健一への上野会長の昇格だった。高山若頭は、神戸山口組の解散に向けてあらゆる手を打っていくと見られている。神戸山口組の立ち上げから深く関与したある重鎮正木組長だけは許さないという、山口組分裂の絵を描いた張本人は正木なのだ。分裂を主導しただけでなく、情報戦も担当した、五代目時代に組長秘書を務めていた関係で、メディアとのパイプが太く、分裂当初にイニシアチブを取るためデマを流しまくったのもこの人。脱税で司を仕組長に捜査がはいるだとか本家に危機が迫ってるようなデマをジャーナリストに流し、さらには皇居で銃をぶっ放せと言ったと御用メディアや SNS に書かせたり、若い者を焚きつけたりしていたのだ。ジャーナリストは本当か嘘かなんて関係なく聞いた情報を精査することなく流すだけの人間ばかりだ。信用する人が間違いなのである。真実は本人以外誰もわからないことですから、世の中の情報は予想を言っているに過ぎないのです。高山若頭からすれば、司を親分を侮辱されたことが何より許せなかった。それを広くメディアに報じさせた。この正木への怒りが一番ひどいようだ。他のものは許しても、
あのハゲは絶対に元さんと激怒しているようだ。そのハゲは一番に消えていき、現在行方不明だと噂されているのも本当か嘘か誰もわからない。神戸山口組組長の井上については、酒でも飲まないとやってられないだろ、向かってくる敵として認識すらしていないのだ。主力の山県組が抜けてしまった以上、相手すらしていない。今後は増えるであろう出戻りの組員をどう振り分けていくのか？抗争も終盤を迎えている、池田組も絆会も若頭が逮捕されたことで戦力的にないに等しいのだ、高山若頭は。まさき以外は許す気持ちでいるのは事実であるのだ、抗争終結宣言を出してもいい状態ではあるのだ。神戸山口組やらはヤクザとして誰も認めていないため相手にすらされていないのだから、今後は山口組との抗争ではなく、末端組織の元気のある組織が半グレを使い刈り取って生かす戦法で十分ではないか？末端にチャンスをあげて、金星をあげて直参に昇格する組織が出てくるのが待ち遠しいと願っているのではないか。どこまで行っても、絶縁者に復帰もないし引退もないのだ。引退とは現役の人が病気のためとかでやむなく使用するものであり、絶縁された時点で仇とみなすのである。高山七代目誕生はすぐそこまで来ている。